ジャン君、おはよう。外を見てて楽しいですか？だいぶ部屋以外のことに興味が出てきたようでですね、今朝このボンちゃんは、扉の外にスルッと出ました。いつもはですね、トイレなどから帰ってくるときに2匹揃って、入り口のところで待ってたりするんですが、ダメだよって言って押し返すとですね、部屋の中に戻ってくれます。今朝はこのポンちゃん、足元を、そうね、逃げるっていうんでもなく堂々とゆっくりすり抜けて外に出ました。これは悪気もなく普通の行為として、やっていますので、いよいよこれは、外のなんだ、逃亡防止用ネットですね、もう完成させなくてはいけません。まだちょっと部品としては、心もとない部分があるんですけれども、まずちょっと組んでみようかと思います。足りないものはそれから買ってこようかな。いい子なのに、ちょっとだけ出られるように早くするからね、待っててね。そしてジャン君もそれができたら外出られるからね、お待ちくださいね。ジャン君、ポンちゃん、今日は一日雨ということの予報になっていますが、まだ降り始めていません。でもこれからだいぶ曇り模様なのでですね、雨に備えて猫は耳を撫でるのかな。ポンちゃん
さあ、本格的にですね、ここに逃走防止用逃走、なんかこの言葉にあんまりちょっとピンとこないですけれども、防止用の柵をですねつけたいと思います。これがちょっと気になるんだよね、こっちにずれてるのがね。ただここと合わせるとこうなっちゃうんだな。まずちょっと床を掃除しましょうか。そこでこれになります。こういうことですね。これを、床部分を傷つけないために貼り合わせていきます。2対1です。2対1ということはどういうことですか。でこういうことでしょうかね、大雑把に言うとね。どうしようかね、こう格子にするには、1個、これが2に対して1の配分になるんだけど、真ん中にセンターラインを引くのか、なんか変ポンポンポンっていう風にまばらにやるのか、まあバラかな。うちの性格はね、ちょっとばらけてる方が雰囲気だね。うん。なんだかんだでどのこうのなっていますが、今この状態です。このような感じでですね、いいちょうど蝶つがいがないので、このような結束バンド、ちょうどこれがねいい穴だったんですよ。この穴で完全に固定しておいて、ここで蝶つがい代わりですね。で、先ほどのよっキャスターわかりますかね、こんな感じ。ただ、この水平はこれで取れたんですが、こっち方向ですね、こっち方向にこのぐらつきは出ますので、これもちょっと何かしらで補強します。はい、これは一旦これでいいことにします。ここにちょいとした隙間ができますが、これ何かで閉じる形でいきます。はい、この状態になります。開いている時はこんな感じですね。もこういう状態です。そしてこれはこのように動きます。こっちは会長だね。こちらがこれとよいしょ、あ、こっちは回るけど回りにくいのか。ちょっとお安いのを使ってしまったので、まあこれはこの辺でいいかもしれないです。ちょうどこれがこんな感じになります。はい、これをもう少しブラッシュアップして、完成とします。それではですね、
ざっくりですけれども、これをこう締めた状態でここを開通してみます。はい、ジャン君、おいで。どうぞ。ジャン君、1畳だったね。1畳分くらい。はい、ちょっとここの隙間がですね、後で改善しないと。なんかこういうふうにしたかな。ちゃんとロックできるようなものをちょっと考えましょう。ポンちゃん。ポンちゃんはベッドの中に入ってるの？うん。ポンちゃんの方が来そうなもんなのにね。抜き足、差し足になってる。なんかね、なんかちょっと抜き足なってるじゃなくて、なんていうの？そういうの。はい。ちょっと変だよ、ジャン君。はい、まだロックされていないのでですね、ここがちょっと心もとないので、しばらくは、まだ完全には出せない状態で、今は監視官の状態です。はい、じゃあ向こう行こうか。じゃあ工具類を片付けて、今日はこんなところです。はい、よかったね。はい、トイレの前のさ、ところも引くよね。うん、まだ待ってるから。はい、はい、はい、うん、